サーさんの言い方としては不思議だったらお気持ちを形に変えてくださいじゃないですか、うんうんうん、入れない人は、うん、あそうだから、もちろんその任せる前提ね、うん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 、こんな人いないんだけどで全然驚かないみたいな、うん、じゃあ入れない、うん、俺だってその時点で俺引くからそんな長くやる必要ないじゃん、はいはい、別にお金を払わないわけじゃんこの人たちは、はい、だから全然いい。なるほど。あ、じゃあルール OK、 めっちゃ驚いてるなのに例えばお金が出ないはこれ俺のせいかって思うけどちょっと出しな取ってない。いやルールじゃん、先に言いましたからね、先に言ったじゃん、うん、って俺は思っちゃう。だお互いやっぱ先に共有するというか確認するのは大事。本当にそこだと思う。で結局人間だからさ。でもねやっぱねチップでやる身というのはどうしても舐められるから、うん、怒りがちではあるなと思ってね。もしかしたらそのルールクリアしててもこの人たちが言う可能性はあるよね、うんうん、出さされたって、うん、でもそれ俺のせいって思っちゃう、うん、でもなんかルール、あ全然ルール違うやんって人でもたまにいるのよ。でも言っちゃうもん普通に、あそうなんですねってあんまり参考にならないルールしましたよね、ルールこういうルールありましたよねとか。まあでもやっぱお金っていうそのちょっとセンシティブというか、うん、とっつきづらい話題だからこそしっかりこう、あそう言ってかなきゃいけないの。そうしっかり言った方がいい、うんうん、で伝わってなかったら本当に自分のせい、うん、やっぱ一番始めやすいし、あとはやっぱお店に対してのアプローチの書き方はどうですか。俺はなんかやっぱこうつなげてもらったっていうか、まあでもね、まあ、その飲み屋さんとかでやらせてもらって、そこのお客さんからつなが違う店紹介してもらって、そのお店の人とつながってでやらせてもらうみたいな、で繰り返されて今みたいな状態、ね、うんうんうん、そう最初とかどうだった。ああたまたまね知り合いのお店に同級生がいて、でその時それこそ駆け出しだったから、まあ、ちょっとマジックやれる店探してるんだよねって言ったら、あうちちょっと聞いてみよっかっつって、でそこでやらせてもらう。それがまあグローストックっていう、うん、俺がめちゃくちゃ長くマジックやってるとこなんだけど、 そっから本当に始まった。そこでお客さんがいろんなところ紹介してくれて、まあ応援してくれていろいろ紹介してくれて、本当にいろんなところで